皆さんこんにちは、ちなです。ゲストのリリーですよ。さあ今回もレイアウトのリメイクをしていくよ。今回使うのはサポートブック16。サポートブックタイプか。どんな感じなの？なんとフックフック線が取り入れられているレイアウトだよ。6線分の車両基地、本線へ合流するアプローチ区間、そして2面4線の高架駅や鉄橋と、なかなか楽しそうなレイアウトとなっているよ。車両がたくさん走っている様子を見るだけでも楽しめるもんね。で、これをどうリメイクするのかな？車両基地を一度撤去した後に本線の線路配置を変更、新たに車両基地を設けるよ。え、壊してまた作るの？うん、一回なくす。駅もちょっと改良して、架線柱の設置と架線張りをした後、建物や標識の設置とか線性の設置とかもろもろしていくよ。どうなの？結構変わるの？内側は結構変わるね。外側はそんなに。マークより見てもらった方が早いし、早速始めよう。よろしくです。さあレイアウト起動。で、車両の前に見てもらいたいんだけど、このレイアウト、レールがちょっとずれている。でも繋ぎ目が赤色だから繋がっているってことなんだよね。一応そういうことにはなっているし、普通に運転する分には問題ないんだけど、どうせやるんだったらちゃんと繋げてあげたいってことでね。車両基地を撤去。ポイントがあったところは複線レールを複製して埋めて、レイアウトの上側、カーブになっていた内側の線路は直線に変更。これで画面酔いしなくなるね。え？そしてこうなった。なんか、本当にトミックスさんのレイアウトセットにありそうな感じだよね。カントレールセットの左右反転板みたいな。で、今度はレイアウトの上側の広角管、そこに、築堤用の高台を造成。そんでその築堤から分岐。え？鉄橋は普通の複線直線レールに変更。そして分岐したレールを地上へ下ろしていくよ。ただ橋脚と当たってしまうから、高架ビームに変更。あ、坂道が築堤になっている。地上に降りたらバリアブルレールも使って複線間隔に調整。そして車両基地を改め配置。7線分なのか。安全側線に見立てた分岐を設けたら、駅へ行って、高架橋の橋を撤去。別の高架橋に置き換えるよ。その高架橋の横には側壁を配置。壁を作るのか。架線ビームを追加して、ホーム用設備を配置。そして架線と基地を設置していくよ。どんどん設置していくよ。架線張りもしていくよ。それができたら、詰所とかいろいろ配置して、信号機を設置。オン、五等式。そして今回は標識も用意したよ。そのうちの一つに徐行信号標識を導入。自動センサーも使って、自動的に速度を減速、加速するシステムにするよ。センサーで減速、センサーで加速をするんだね。ちなみに今回の徐行制限速度は50キロにしたよ。あとは線路沿いに建物や樹木を配置、編成を設置し、時間帯を変更、レイアウトの設定も一部いじったら、今回のリメイクは完了だよ。さあビュアーで見てみよう。ビュアーの世界へようこそ。まずはリメイク前の様子から見ていくよ。6編成が誘致できる車両基地、そしてトラス鉄橋が配置されていて、高架への坂道を登って、本線に合流。そこは埋められないのだろうか。で、繋ぎ目のズレ。こんな感じのレイアウトだったのが、リメイク後は、こんな感じ。また古い車両だな。駅には側壁を設置。あれなんか間違えちゃったかな？レイアウト下側にあったポイントレールは全て撤去したから、繋ぎ目の修正も OK。車両基地はこんな感じ。そこに止まっているのは64か。高架線の下をくぐって、ここ、築堤の場所で合流。さらに徐行信号標識も配置。じゃあ大体説明したところで、全面展望に入るよ。車両は何かな？ E233 系中央線だよ。あれ？今回は中央線に合わせたのかな？そんなところ。それじゃあまずは一周して、その後にコメント返信をするよ。おや珍しい。コメント返信を後回しにするなんて。言い方もうちょっとどうにかならなかった？信号機の後ろに徐行信号標識があるよ。お、速度が落ちる落ちる。なんかギリギリじゃなかった？あれ、そうかな？最後尾が今通り過ぎた緑色の標識を通過しきったら、再び加速するよ。そして外側の線路は、車両基地へ向かう線路と合流だね。駅に戻ってきたところでコメント返信を始めようか。ようやくってところだね。駅名記憶？しりとりのことかな？ああ、そういえばしりとりしていないな。でもあれってなんというか、もう続ける自信がないわ。洗車機は動かないよ。でも動いたら動いたで面白そうだけどね。知ってはいたけどもったいないという気持ちが高いのは私だけ？赤く美味しいですよね。レールシムは強し。ありがたきコメントです。いやいや流儀でしょ。それは絶対に違うと思う。今回のコメント返信コーナーは以上だよ。コメントを送ってくださりありがとうございました。今回もぜひコメントしていってくださいね。そんで今は？合流地点に入って、加速体制に入ったところだね。でもずっと全面展望だと面白くないかな。後ろから来る電車との並走を狙って減速しよう。
そんな都合よく追いつかれるものなの？いや来るでしょ、絶対に。ほら来た。201系だね。じゃあぼちぼち速度を合わせようかな。おお、並走してる。そして抜かされる。からのすれ違い。そろそろ停車させようかな。ご乗車お疲れ様でした。今回もご覧いただきありがとうございました。おっと、さっきの64が登ってきた。今回は中央線で揃っていたし、次も何かこだわりを持ってもいいんじゃないかな？おいいね。ちょっと考えてみようかな。あとは、なんか長くなりそうだからその辺にしておこうか。それでは私たちはこの辺で、またお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。